こんにちは、日本語の森の川間美里です。よろしくお願いします。はい、今回も引き続き日本語能力試験の N2 の文法22回やっていきます。22回になりました。早いですね。165番から170番まであります。じゃあ165番から見ていきましょう。を問わずってあるんですけど、これはを問題としないでっていう意味です。で、例文見てみると、年齢を問わず雇いますっていうのは、年齢を問題としないで雇いますっていう意味なんですね。どういうことかっていうと、まあ、年齢何歳かっていうことは、まあ、問題としない。何歳かっていうのはもうどうでもいいと、誰でも、年齢はもうどうでもよくて誰でも雇いますって意味なんですね。で、雇うって何かっていうと、そうですね、お店の人とかが、あ、誰かお手伝いさえ欲しいな、アルバイトとかそういう一緒に働いてくれる人欲しいなっていうふうに考えて、じゃあ誰か私を手伝ってくれませんかっていうふうに、誰か手伝ってって言って、あ、じゃあこの人を手伝ってもらおうっていうふうに、じゃあお願いします、一緒に私と同じお仕事をお手伝いしてくださいっていうふうに、その人と一緒にお仕事して、でその人にお給料としてお金をあげる、そういう時にこの人を雇うっていうふうに言うんですね。これが雇うの意味です。で、それを年齢は気にせず、年齢は問題としないで雇いますよっていう時に、年齢を問わずっていうふうに言うことができます。はい、で続いて166番を通じてってあるんですけど、これはを手段としてっていう意味なんですね。ネットを通じて天気を知るっていうのは、ネットっていうのを手段として天気を知るってことですね。ネットっていうのはインターネットのことですよね。なんで私もいつもそうなんですけど、携帯でインターネットを見て、携帯のインターネットを手段として、明日晴れるかな、雨降るかなっていう天気を知る、そういう時にを通じてっていうふうに言うことができます。で続いて167番、抜きにしてってあるんですけど、これはなしでって意味なんですね。嘘は抜きにして話すっていうのは、嘘はなしで、嘘は言わずに話す、お話をするっていうことなんですね。なんでちょっと友達と話してる時に、もう今から嘘ついちゃダメだよっていう時に、嘘は抜きにして話してねっていうふうに言うこともできます。はい、で続いて168番、を始めってあるんですけど、これはを代表としてっていう意味なんですね。6年生をはじめ生徒の皆さんなんですけど、6年生を代表として生徒の皆さんっていうことなんですね。で、6年生っていうふうに言ってるんで、小学校ですね。中学校と高校は3年生までしかないんで、6年生っていうのは小学校で、で私が小学校の時校長先生がよく言ってたんですけど、6年生をはじめ生徒の皆さん、おはようございますっていうふうに言ってたんですね。でそれは6年生を代表とした生徒の皆さんっていう意味ですね。で他にも例を挙げると、例えば日本には美味しい食べ物があるっていう時に、まあそうですね、寿司をはじめ天ぷらやラーメンなど、日本には美味しい食べ物があるっていうふうに言うことができるんですね。そういう時は寿司っていうのを代表としてっていう意味ですね。で続いて169番をめぐってってあるんですけど、これは中心のテーマとしてっていう意味なんですね。お小遣いをめぐって言い争うっていうのは、お小遣いっていうことを中心のテーマとして言い争うっていう意味なんですね。で、お小遣いって何かっていうと、これはお母さんが子供にであったり、まあたまにお母さんが、お母さんがっていうか、この奥さんが夫にっていう場合もあるんですけど、毎月であったり毎週決まった期間にお金をあげる、そのお金をお小遣いっていうんですね。なんでそうですね、例えばお小遣いをめぐって言い争う場合であると、言い争うっていうのは、ちなみに言うと、この言葉、言うっていう言葉を使って争う、つまり言葉を使って喧嘩をするってことなんですけど、
息子とお母さんがいて、お母さんお小遣い500円じゃ足りないよ、550円にしてよ。でもお母さんが、いや500円で足りるでしょ、ダメだよ500円でっていう風に言葉で喧嘩する。お小遣いいくらにするか、500円にするか550円にするかっていうお小遣いを中心のテーマとして言葉で喧嘩するっていう意味になります。で続いて170番、下書きをもとに話を書く。をもとにってあるんですけど、これはを基礎としてっていう意味なんですね。で下書きっていうのは何かっていうと、この今話を書くだったんですけど、話を書く、ちゃんと話を書く前に少し準備するときに書くものを下書きっていうんですね。で例えばどういうことかっていうと、お話を書く前にどういうお話にしようかなって考えて、じゃあそうだな、おじいさんとおばあさんがいよう、おじいさんとおばあさんがいる、でおばあさんが川へ洗濯へ行く、おじいさんが、山へ薪を取りに行く。薪っていうのはこの枝のことなんですけど、木の枝を取りに行く。でおばあさんが洗濯していると桃が流れてこうっていう風に下書きを書くんです。これが下書きなんですね。でじゃあお話はどうかっていうと、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。二人は仲良く暮らしていました。である日おばあさんが川へ洗濯へ行きました。おばあさんはルン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 楽しそうに洗濯へ行きました。おじいさんは山へ薪を取りに行きました。おじいさんは一生懸命山を登りました。というふうに、そういうふうに話を書いていった時って下書きがあって、その下書きを元にどん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 その中にもっとこの下書きの中にいろいろこういう楽しくルンルンであったり一生懸命であったりっていう風に加えて話を書いていきましたよね。その時の最初に書いた部分を下書きっていう風に、なんで下書きを元に話を書くっていうのは、今みたいに最初にあった下書きを基礎の基本ベースにして話を書くっていうことですね。はい、以上が165番から170番までの N2 の文法の説明でした。これで N2 の文法は終わりになります。お疲れ様でした。そしてありがとうございました。